はい、皆さんこんにちは、ワナルグルービッシュです。信長の野望創造戦国立志で村上義清での番外編第2回目お届けしていきたいと思っています。この番外編って何っていうところからなんですけども、前回までにプレイしていたですね、村上義清でのプレイ、残念ながら滅んでしまったんですが、その滅びの発端となったのがですね、小諸城の攻略戦だったんですね。小諸城を攻略した後、兵が疲れているところ、減っているところに武田に吸収され、まあ、滅びの道をこう突き進んでしまったというのが、前回プレイしていたシナリオになってしまったんですけども、じゃあもしその小諸城を攻めてなければどうなってたかなっていうところですね。それを番外編としてプレイをしていっています。で、本編としてはですね、皆さんからいろいろご意見いただく中で一番ご要望の多かった武田家臣として一旦使いですね、その後独立謀反を起こして、再度武田に反旗を翻すというですね、そういったプレイが本編としてやっていきたいと思っていますので、番外編本編2つともお楽しみいただければ嬉しいなと思います。で、前回ですね、武田軍1万7000の大軍を砥石城、そして桂尾城、こちらで撃退したんですけども、今また砥石城に向けて19,900、まあ、約2万の兵ですね。さらに桂尾城に対しても15,400の兵、これが今度今川から出てきます。今川から砥石城に向けて17,000、そして桂尾城に向けて15,000という、まあ、総勢3万を超える大軍が砥石城、桂尾城に向けて進軍してきているという状況になります。で、じゃあ、今川の外交状況ってどうなってるかっていうと、北条、織田、そして武田と援軍同盟状態にあるので、武田の領地を素通りして、そのまま3万の軍勢が砥石城、そして桂尾城に攻め寄せるというかなりのピンチになります。ですので、今回はこの防衛戦をやっていきたいと思っています。で、桂尾城、砥石城ともに城の修復は前回の戦いなど済ませています。なので、まあ、今回はここの城にこもってですね、城を頼みに今川勢を迎え撃つという戦いになるかなと思います。では早速プレイの方進めていきます。3万の軍勢が今川から出てくるとはちょっと思わなかったですね。で、武田はというと上杉攻めですね。で、今川の軍勢がまずは砥石城に向けて2つの部隊が来てますね。なので、まずは砥石城に兵を集結させましょう。とはいえ少し怖い部分もあるので、4分の3、3300を出陣させて、残り1000は桂尾城の抑えとして残しておきましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。で、少しでも回収しておきたいんですが、砥石城に関してはもうこれ以上回収の余地はない。で、もう一つ、この桂尾城に関しては今金がなくて石垣まで建設できない状態になっているので、うん、ちょっとこのまま様子を見ましょう。で、あとは懐柔策、最後ですね、だいぶ削られてますが盛り返しを図っておきましょう。で、ここで今川勢が到着、先陣部隊が着陣しますので、こちらも出陣していきましょう。まずは砥石城で防衛をきっちりしていきましょう。まあ、いかにその城門の隊形を削られずに敵を撃退するかっていうのがね、今後3万の軍勢を迎え撃つでは打つ上では重要になってくるかなと思います。なので、結構この初期配置も重要なんですよね。敵の方が先に城門に取り付くと、その間に削られてしまうっていうね、
情報の耐久が。まあ無難にまずは敵の第一陣を撃退することができそうですね。大元節祭とかが来てたんで、もう本当に今川軍は総力を挙げてここを取りに来てる感じがしますけどね。そしたらちょっとでもタイムラグがあるんであれば、ここは兵を返して、兵の回復を図りましょう。で今度は飯岡4800、これ主力ですね。斎藤義辰3500も来る。これがさらに遠山も来るか。これが7400。ちょっとこれらの行き先だけ確認しておきましょう。まず飯岡が砥石城で、何気にオブ虎政が混ざってるんですが、やつは辻ヶ崎館に行くだけかな。特にどっかを攻撃するわけではないですね。で斎藤義達は砥石城で、遠山も砥石城なので、まずは砥石城に兵を集結させましょう。出陣するぞ、出陣するぞ、出陣するぞ。表情を始めましょう。先月の収支です。お金があればね、ちょっとでも城の防御力を上げるという意味では回収をしておきたいんですが、ちょっと今お金不足で、かつ兵糧も売りにくい状態ですね。敵に攻められているので。では防衛戦入っていきましょう。砥石城です。ほとんどは初期配置がそこまで悪くないな。楽岩寺の方に行きましたね。でここで斎藤義達が加わって、敵の数が8000にまで膨れ上がりましたね。先方打っておきましょう。なんか削られてるな。かしこまりました、かしこまりました。なんかすごい削られてる。かしこまりました。まずいね。城門突破されると非常にまずい。城門突破されますね。これは砥石城の中、本丸まで一旦兵を引きましょう。敵が城内に侵入しました。皆覚悟を決めよう。引け。
そしたら急いで本丸に戻って、にゃ、敵の増援か。なんとか撃退はできそうですね、イオ勢は。で、大山はすでに破られた城門を通ってくるので本丸に急いで移動しましょう。このたまに楽願寺がダメージ受けるのがやめてほしいな。だいぶ城の耐久を削られたものの、これで1万7000の軍勢、1万5000かなぐらいの軍勢は退けたはず。もう今迫ってるのは桂尾城の方でね、なので桂尾城の方に部隊を反転させましょう。一旦豊地城の部隊は城内に引き上げます。出陣するぞ。で、敵が包囲に入る前に出陣をしていきます。2000ずつに軍勢を2つに分けましょう。ここは城門が2つあるので部隊を2つに分けておかないとひどい目に遭うので、二手に分けていきます。まあ、砥石城の方が守りやすいは守りやすいんですけどね。お、武田家を名手として織田家の打倒を目指す反織田連合が結成された。まあ、この辺りは史実にかなり近い感じだな。武田家より使者が来ております。式を中断してお会いになりますか。ちょっとお会いにだけなりましょう。お、やったー。これは自分から外交してないんでありなパターンですよね。ここは連合に入りましょう。これでしばらく武田に攻められる心配がなくなったのでだいぶ助かるな。どうしようかな。敵の援軍が迫ってきている気配はないのでこのまま部隊をこちらの門に集結させましょう。で、ちょっとでも早く敵を撃滅しましょう。引くぞ。よし、今川軍3万3000ぐらいの軍勢でしたね。ご命令。さあちょっとでも回収しましょう。いや、修復ですね。修復しましょう。武田と連合中の間は戦いをしなくて済むっていうのは本当にありがたいな。一旦ここも兵を返してもよかったかもしれないな。思ったより時間かかってましたよね、今こちらの城に取り付くまでの間に。
さ斎藤道さんが来てますが、一部隊で来るっぽいので、こちらの東側の門に部隊を集結させましょう。道さんのこの兵力の数といったら半端ないな。8000で攻めていたね、道さん。道さんは。かしこまりました。ちょっとここは一旦止まるまで引きましょう。我らの意志見せるは今ぞ。かしこまりました。行こう。貴様らに勝ち目はないぞ。何、自分の城を理解していなかった。決まったな。これで決まりだ。これが戦の作法よ。城門が破壊されました。城内に急いで引きましょう。城下で戦うなんて馬鹿げてる。勝利しました。これで決めます。なんとか城の中に撤退できたな。あとは道さんの兵を削っていきましょう。まあ3500ぐらいだったら削れるかなって感じはしますけどね。削られたな。これでさらに敵の援軍が来るとなるとかなり厳しいけど、これでどうだろう、結構な兵は削ったはずなので、もう援軍は来ない想定というか、来られても困るというか。何、おしゃべりしてる間に城門が破られてる。なんとか敵1万9000、2万の軍勢を撃退したけど、だいぶまた兵を削られたな。今武田と連合を組んでなかったら、武田から誘われてなかったら滅びフラグが立ってましたね。先月の収支です。いや、危なかったな。何気に結構ギリギリな戦いに追い込まれましたね、今は。それだけ織田がでかくなってるって感じですよね。ちなみに今川はというと、どこの連合にも入ってはいないんだ。織田と武田の連合にもどちらにも属してないのが今川か。ってことは今川は今後も武田領を進行というか、通り抜けて攻めてくる可能性があるということですね。そこだけはちょっと注意をしておいた方がいいかもしれないな。
ここはやることがない今のうちに投資をやっておきましょう。特にお金がないんで。兵力の回復と修復ですね。急いで進めましょう。ご命令くだされ。先月の収支です。いや、今川軍3万には正直危ないかなと思いました。ギリギリ。ちょっとその桂尾城の構造を理解していなかったがために、道さんと城外で戦う羽目になってしまって兵力を削られてしまったっていうのがね、なければ、あ、もう少し余裕を持って撃退できたかなという印象はありますけどね。さあ、お金がだいぶ溜まってきているので、どうだろう、回収がそろそろできるかな。一旦投資をやめて引き上げさせましょう。で、回復した労力で回収を入れていきましょう。で、さっきの戦いでだいぶ兵糧も消耗しているので、しばらくね攻めてこないでほしいなっていう感じはするんですけど、兵糧が2万2000で、今が7月なんで、もうすぐすると兵糧が補充されるんですが、あまり水田とか畑を作ってないので激増するわけではないっていうのがあるんですよね。そこもねちょっと難しいところかなというところなんですが、城の耐久は両方とも回復してますね。あとは兵力が回復すればまた3万規模の軍勢であれば撃退できる。ただ砥石城と、まあいわゆる桂尾城、ここにまあ大体ですけど1万5000、1万5000の半々で攻めてきたので、半々で、しかも時間差があったので撃退できましたけど、同時に、あるいはどちらかの城に3万の軍勢が来ると耐えられたのかっていうとね、ちょっと厳しかったかもねっていう感じもしますね。なので、まあ、本当に敵の攻め方次第では滅んでいた可能性はあるんですけどね。まあ、ただここまでは前回ほどの苦戦な感じではない。表情を始めましょう。先月の収支です。そしたら三層天守に変えていきましょう。で、この後陣所が破られているので、陣所を作ってまたそこからちょっとずつでも人口をちょびちょび増やしていきましょう。もうそれくらいしかね、先月の収支です。自分を守る術がないっていう。現在は労力不足ですね。ちょっと労力が回復するまで待ちましょう。投資を引き上げるほど人所が重要かというと微妙なので、投資している一武将に関してはそのまま投資を継続します。先月の収支です。で、ここで人所が作れるようになってるはずなので、人所を作りましょう。で、お金もだいぶ増えてきてるんで、これは投資の賜物だとは思うんですが、この後は水田とかにもね投資をしていって、そこから得られる収益でなんとか取り繕っていくことをしないといけないかなっていう感じですね。まあ、また今川がいつ攻めてくるかわからないし、もっと言うと長尾はというと、長尾もどちらの連合にも属していないという意味では、この村上に攻めてきてもおかしくないですからね。武田の脅威が取り除かれてるっていうだけでだいぶ安心感があるんですけど、今のうちにどっか攻められる場所があるかというと、ただないんですよね。坂戸城は今誰かの傘下に入ってるのかな。上田長沖はどこにも属してないか。
うわ、上田長尾家攻めたいけど、上田長尾家を攻めてる間にきっと今川軍が攻めてくるんだろうなって考えると、迂闊に動けないってなると、このまま城にこもるっていうパターンになっちゃうんですよね。それはそれでちょっと微妙だしな。あとは水田を投資していきましょう。このままいけば生き残りだけだったらずっとできそうな、そんな感じもしますけどね。怖いのはやっぱ今川と長尾が同時に、あるいは近しいタイミングで攻めてくる。それが起きると支えきれなくなる可能性はありますけどね。先月の収支です。いやー、攻めたいけどな、上田長尾家。上田長尾家に、まあ、村上の総力を出せば6000から7000の軍勢が出せるので、十分に攻略はできると思うんですけど、ただ7000の軍勢を出し切ると城が空っぽになるんで、そこに今川あるいは長尾の大軍がなだれ込んでくると、小諸トラップと同じことが起きますね。先月の収支です。報告いたします。それって望むところじゃないんで、もうちょっと様子見しましょう。小諸城を攻めて滅びの道をこう突き進んでしまったあの時と同じパターンになるんじゃないかなって気がするんですよね。この長尾を攻めると、上田長尾を攻めると、ちなみに今武田軍と織田軍はなんか戦ったりしてるの？お、なんかいつの間にか今川と織田が手切れになってますね。まあこれは史実通りかって考えると、今川はこちらを攻める余裕はないんじゃないか。どうなんだろう、ちょっとここすごく気になるな。先月の収支です。攻められてるもんね。ただこの辺りの兵数がどんくらいいるかとか、その辺りはちょっと見極めたいので、まずは偵察隊を出しましょう。どんくらい兵が入っているかを見極めましょう。見せしましょう。出陣するぞ。もし今川の大軍が対織田戦に出払ってるってことであれば、上田長尾を攻める好機。これは結構出払ってるんじゃないか。ちょっと偵察をさらに増やしましょう。先月の収支です。そうだよね、兵出払ってるよね。よし、これは後期到来と見ていいな。あれ、後期到来と思ってたら坂戸城が落とされてる。箕輪城を攻める体力ないよな。長野家8193、これを攻める力はない、正直言って。かといって今川に喧嘩を売る度胸もない。松倉城、もう
大道場、この辺りは攻められないね。ちょっと気を逸したな。残念ですね。美濃輪は攻められないよ。でかすぎる城が。今川に対してハイエナ行動するのは無謀だからな。もうちょっと日和り見せざるを得ない感じかなっていうとこかな。畠山家も兵数2万あるので攻める対象にはなり得ないとなると、結城、宇都宮、佐野、この宇都宮とかだったらね、攻めてもいいんですけどね。ただ敵の領地を通らなきゃいけないっていう意味では非現実的なので、このままこもるしかなさそうだな、しばらくっていう意味で言うと、こもりをに徹するんであれば継続はできるっていう感じなんですかね。もう一回ぐらいですね、番外編、お届けをさせていただいて本編に戻りたいと思いますので、引き続き、番外編ですね、お楽しみいただきたいと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。